夏風が残する窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に対峙した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人目に少ないこの家を落とすべき人などいないわけで、生命で固まった心、一人ぼっちで諦めて見つけたものにハンドする日々は、物語の中でしか知らない世界に少し横からぬことくらい許してくれますか。たかと流れ出した生まれてしまった庭でも案外実際なんで、私の中じゃねえねえと未来を想像して膨れます。なんて嘘なんかして、外を眺めていると、突然に聞こえてきたのはしゃべり声。飲みかけのハーブティーを机中に撒き散らし、どうしよう、弟は飲む子を見つめました。焦ると石になってしまう、それをよしに来たこと、私の目をそんな来ました。ノックの音は初めてで、緊張なんてもんじゃ足りないくらいで、ねえねえと夢の世界を想像している。Thank you.